つ目そうです、とありますが、ちなみにですね、失礼しました、昭和46年の9月24日に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律が、施行されたことから本日9月24日は清掃の日だそうでございます。そこにちなんでと申しますかね、はい、関係してこんなアンケートを取らせていただきました。どうぞ。トラディショナルダムは皇居勤労奉仕の進めに絡めて皇室を体験できる次の行事のうち参加してみたいのはどれですか。1一般参賀、2歌会始めの儀、そして皇居勤労奉仕と。お、一般参賀と皇居勤労奉仕がね、拮抗してますが。そうですね、はい、はあ、歌会始め人気ないですね。まあ、歌会始めはなかなかね、その簡単にこう行くイメージはないのかもしれませんが、これを受けて武田さん、はいはいはい、お話を、まあ、ちょっと歌会始めはまた別の機会にですね、じっくりとお話できればと思いますけども、はい、天皇陛下との距離が一番近いのは歌会始めの儀ですけど、ね、実はね、はい、終わった後またご自宅に招かれますからね、うん、よくテレビでやってる宮殿松の間で行われる歌会に、はいはい、まあだからお歌を応募しますでしょ、で入選すると呼ばれるわけですよ、それだけじゃなくて後日入選者5名が、ご自宅に御所に招かれてお茶会があって、であなたの読んだこの歌はこんなこうですかとか陛下から天皇陛下皇后陛下からですね、ご下問がありという。そんなこと聞かれてもね、はい、もう答えられないでしょうね。やっぱり大和歌の伝統ですね、はい、ちょっとまたね、歌会始めに関してはまた別の機会にじっくりとさせていただこうと思います。まあはい、でこの皇居勤労奉仕なんですけども、あれ折島さん行ったことは？いや、ないんですよ。ないですか？有本さんもないです。あ、そうですか、うん、行ったことある人います？観覧の方で。あ、ないですか？あ、ぜひこれちょっと残念ながらね、はい、はい、これね、ぜひ行ってほしいんですよ。皇居勤労奉仕というのは要するにまあ、ここに書いてある通りなんですけども、皇居で、まあ、勤労奉仕するということで具体的にはお掃除をするんですね、はい、でこれはですね、まあ、事前に急に行ってお掃除道具持ってお掃除させろって言ってもできませんので、事前に申し込むんですけども、半年前から受付を開始してます。でこれ宮内庁に直接申し込むんですけども、まあ、興味ある方はウェブサイト見てもらえばいいんですが、4日間なんですね。4日間だから1日だけじゃダメなんですよ、丸々4日間、でしかも最初の日は朝早くからですから、だから地方からの方だともう全泊で入らないといけないので、まあ、5日間ですね、開けていただかないといけない、まあ、なのでなかなかね、このお仕事を普通に月金でされている方はですね、この4日間しかも土日挟めないんですよ。月火水木か火水木金のどっちかなんですね、で土日挟めないので、もうまさにウィークデーを4日間開けない、連続で開けないといけないので、なかなかこれできる人いないと思うんですよね。内容的にやっぱ細かく段取りって決められてるんですか？初日はこことか2日目はこことか、これはですね、その時次第ですね。例えば秋だったら落ち葉で、それを履くとか、で春だったらまたね桜がどうのとか、季節によってやっぱり庭の状況が違いますから、作業が全然違いますね。これ朝早いって今おっしゃいましたけど、毎日何時って決まってる？何時だったかな、8時だったかな、8時半だったかな、なんかちょっと早めなんですよ、に集合して、でバーってお掃除始めて、でお昼はその、待合室みたいのがあるんですけど、そこに帰ってきてみんな自分で用意してお昼を食べ、お弁当持って行って、そうです、で午後また勤労奉仕して夕方、そうですね、4時とか4時半、遅くとも5時までには4時半ぐらいかなに大体終わるということを毎日4日間やるんですね。でこれはですね、いつもいっぱいで直前に申し込んでもダメですので、もう大体6ヶ月前にダーッと埋まってしまう感じで、いっぱいになるとそこからの抽選なりなんなりで絞られるんですけども、でこれはちょっと難しいのは、まず平日4日間開けなきゃいけないのと、あと最低15人
15人じゃないといけないんですよ。15人で1組。そうです。でそれも何名だけで申し込めなくて、全員名前を書いて申し込むんですね。それで欠員が出ると後で補充できないんですよ。で15名以下になると参加自体ができなくなるんですね。はい、で15人から60人の間で申し込むという。でそれで毎日免許証とか保険証とか見せて本人確認を全員して入れるんで、だからなんか別の人を適当に入れ込んでも、ダメということになる。それはそうでしょうね。そうなんです。と言いますのは、このやっぱこのテロとかがあってはいけない。でこれがですね、もう皇居の中枢まで入り込むんですね。でこれ例えば宮殿のお庭のお掃除とか、それも普通にするんですよ。です。あとそれからまあ、チーム分かれていろいろと当たるので、はい、誰がどこっていうのはその時次第なんですけども、あの皇居の中にある、まあ、賢所ですね、93殿のお掃除もするんですね。お庭のお掃除を。あ、私はなんかもっと全然、はい、ちょっと言っちゃ悪いけど橋の方をただやるだけなのかと思ってました、はい、違うんですか。橋の方もやるんですか。そう考えますよ ね、 ね、そんな奥のところまで行くなんて。私これ毎年参加してるんです。で高校生大学生を連れて武田研究館の学生部で行くんですけども、で去年今年はちょっとコロナで中止になってしまう、もう全体的に中止になってしまって受け入れができないというか中止になったんですが、昨年はですね皇居の盆栽を管理しているところがあるんですね、で大統領来たりとか国賓来たりとかするときに盆栽をこう飾ったりとかする、はい、あと陛下のご自宅その御所の入り口とか居間とかにも盆栽を飾る。その盆栽がずらーっと並んでいて、それの土、じゃあそれの肥料、肥料の準備とかをしたんですね、はい、そういうこともやるんですか。あと赤坂御所の方ですね、赤坂御用地の方のお掃除もするんですね。そうすると園遊会をするようなところのお掃除したりとか、あとでこれも本当申し訳ないんですけども4日間なんですが、実際その、時間のうちのそうだな半分は観光なんですよ。宮内庁の庭園課の人がびっちりついてくれて、ここは何々です、この宮殿のこちらのお部屋はこうで、この前何々大統領来た時ここでこうでしたみたいなことを、だからもういやもういやもっと働かせろみたいな、俺たちは掃除、私朝から晩まで勤労なのかと思って、違うんですか。はっきり言うと公共ツアーなんですよ、もう半分ツアーで、なんか申し訳ないですねそれも。でしかもまたこれ庭園課の人がもう毎日喋っちゃって、毎日こう案内してるから、もうだんだんみんな慣れてきて、名調子うまいよ。そうで同じ人に当たると、ギャグが毎年同じっていう、観光地によくありがちな、もうベテランのガイドさんみたいな、それが本当に詳しく教えてくれるんですよ、いろんなことを。そうですか。この盆栽は何々大統領が来た時にここに飾ったやつでとか全部教えてくれて、でまたこの盆栽もすごいんですよ、江戸時代からの樹齢400年とか300年とかがザーッと並んでるんですね。で家光っていう名前についた松があって、その家光がめでてた、そう盆栽とか、すごい、はい、三代将軍、そうです、すごい、でさすがですね、このそれ見られるんですね、見られるんです目の前で、だからそんなのに変なのが入り込んで、イエイバキーなんてやったら偉いことですからね、確かにね。それでその宮殿から、天皇陛下が毎日、宮殿からその、ごめんなさい、御所から宮殿にね、いらっしゃる時、車でいらっしゃる時もあれば、歩いていらっしゃる時もあると、で歩いていらっしゃる時はここを通って、昭和天皇はこの植物が好きだからいつもこの木がこの花を咲かせるのをいつも楽しみにしてたとかね、そんな話をいろいろ聞きながら、でここは天皇陛下が宮殿に入る専用 の、 入り口ですよと、一般皇族はここから入れませんとかですね、そういうことも聞きながら、もう本当ずっと皇居を案内してもらえるわけです。じゃあやっぱ危険な人入れちゃいけませんよ。そうなんです、だから免許証全部見せてっていうことなんですね、でそれで、じゃあ作業もしましょうかみたいな感じで、でこれそうなんです。でこれまでいろいろやったのは、例えば石垣とか結構あちこちにありますよね、そういうところを
の石の間に入った、うん、あの雑草を取ったりとか、あとはその指定されるんですよ、これを抜いてくださいみたいな、もしくはあの、ね、印象的だったのはその天皇陛下、天皇陛下しかお入りになれないその、まあ、宮殿の入り口があるんですけども、その目の前の石垣を、全部きれいにする、でそれも確かね5年ぶりか10年ぶりの作業だったらしくて、もうつるがうわーってなってたんですね、それ結構あの坂道とかあって危険な場所なんですけども、それをあのうちらが担当することになって、4時間か、まあ、丸1日近くそれやったんですけども、ピカピカ綺麗になったんですよ、でうわーって覆ってて、まさに天皇陛下がしょっちゅう通る場所ですから、そこ綺麗にしたんですね、翌年行ってもやっぱまだ綺麗なんですよ、5年か10年ぶりのお掃除やったもんですから、でそうするとやっぱり普段陛下の目に触れてるところをお掃除させてもらうっていうのはすごく気持ちいいですよね、はい、伺うまでもないかもしれませんけど、携帯持って入ってちょっと撮影とか無理なんでしょうね、携帯電話の撮影は一切不許可になるでしょうね、でですね、こう皇居勤労奉仕の一番の目玉は護衛爵なんですよね、護衛爵、まあ必ずというわけではないです、ご体調もあるでしょうし、地方へのお出かけとか海外においでということもあると思うので、必ずではないんですけども、天皇陛下の護衛爵が、だいたいあの参加しているチームの半分ぐらいがですね、まあ、あの護衛爵するため の、まああの建物がありまして、そこに参集するんですね、そうすると20人ぐらいのグループが、まあ、7つ8つぐらい入りまして、そこに天皇陛下がいらっしゃるわけですよ、それで団体一つずつ護衛爵をさせていただける、はい、それでみんなこう部屋の中に8団体とか7団体とか並んでます、で代表が前に出て後ろにみんなギシギシで、ね、まあ、待ってるわけですね、そこに、はあ、あのセンチュリーにお乗りになった天皇陛下がお付きになって、だから代替わりやってから私今年行けてないんですけども、去年まではですね、あの上皇上皇后両陛下が、はい、あの皇居で護衛爵ということで、両陛下揃って揃ってです、両陛下が、私何回か行きまして毎回必ず、そうすると、あの例えばあの私たちは武田研究会学生部っていう名前なんですけども、例えば何々県、例えば農協の なんとか婦人会とかですね、いろいろな、まあ、神社の、青年なんとか神職会とかですね、まあ、いろんな団体が来てるわけですけども、それでみんなこうバッジつけてるんですね、そうすると両陛下がいらして、なんだ、その団体ごとに、あ今年は例えば、長崎県は、はい、あの台風で大変でしたねとか、被害はなかったですかとか、で農作物とかその JA 系だったら作物はどうでしたかとか、いろいろとご加盟があるわけですよ、で毎回参加しているところだったら毎年来てくれて嬉しいですみたいな話もあったりなんかして、でそしてもう、まあ、一団体あたりそうですね、1分2分長くても3分みたいな感じなんですけども、両陛下がこの10、まあ、20人前後ぐらいのところに、まあ、話しかけてくださるわけです、ね、まあ、団体によってはもう常連さんみたいな方々もいらっしゃるわけですね、そうなんです、それでいろんなご家紋があるので、もしくはみんなあのハッピーとか着てると、その柄はとか素敵なのを皆さん揃えてきてますねとかね、やっぱそういう、まあ、ハッピーというか作業着かな、でみんななんかつけてるとこれは何ですかとかですね、いろいろ聞いてくださる、それに対してあこれはこうですとか、今年はこうでしたとかいろいろと申し上げて、それで、お元気でお過ごしくださいみたいに言われてですね、それでまた次の団体で、それで全部が終わると、両陛下が真ん中にいらっしゃるんですね、それで各団の団長が前にずらり並んで、そこで万歳三唱するんですよ、はい、天皇陛下万歳万歳バザーイっていうのはもう本当もう2メートルぐらいの距離ですよ、そんな距離で、はい、でその護衛爵の時はもうあの2メートルぐらいの距離ですから、もうハクションって言ったら飛んでっちゃうぐらいの距離なんですね、いやそれで万歳三唱を全員でするわけなんですね、で私が前回行ったのは去年の3月でしたから、ちょうどもう上位直前ですよね、4月末で上位でしたから、ですから両陛下
お揃いのところで、で、団員で話し合って誰が万歳三唱の掛け声をするかって話し合うんですよ。それでいつも私遠慮してて、あ、私結構ですと言って、あの年長者ぜひぜひみたいな感じでやってたんですけども、あのその年はですね、武田さんぜひやってください、最後ですからと言われて、それで私が3月何日だったかな、半ばぐらいでしたかね、あの両陛下の目の前で、発声をしましたよ。でそれでその後あの両陛下がまあセンチュリーにお乗りになって、お帰りになる、その時にみんなちょっと緊張が解けてみたいな感じでわーって手振ってね、っていう感じなんです。であのいつも高校生大学生を連れてくるんですけども、で護衛釈が終わって後ろ、私団長でだから一番前にいるんですけども、後ろ向くと泣いてる子が多いんですよ。かもしれません ね。でもね、なんか今のお話伺ってたら本当にそうだと思うわ。でそのね、その上皇陛下、上皇后陛下が、まあ、はっきり言って誰でもね、まあ、過激派とかは参加できないにせよ、まあ、15人20人団体作れば誰でもいけちゃうわけですよ、日本国民でね。そうです。なんか別に内閣総理大臣になったからね、任命式で来るわけでもないし、勲章の人が来るわけでもないし、誰だってもう15人20人来たら誰でもいけるんですよ。にもかかわらず、高い お掃除って言ったってほとんど観光なんですよ。にもかかわらず一団体ごとにですね、お言葉を、でもうほんでそれがね、あのまあ、今日も勤労奉仕だから、まあ、行ってちょっと話してみたいな感じじゃなくって、もう本当にもうあのどっかの国の大統領と接するのと全く同じ姿勢なんですね。で、まあ、またご夫婦仲がよろしくて、美智子様がね、あの聞いて、あ、そういうことですかとか言って、天皇陛下の方に何々とおっしゃってるけど、この前の時のこうだったじゃないとか言って、あ、そうだねみたいな感じですね、それでとか言いながら、本当にもうね、もう全力投球なんですね。どこどこの国王だろうが、勤労奉仕のどこか来てるかは分かんない誰かであろうが、全く同じように 100% 全力投球で話を聞き、で喜怒哀楽なさって、また次のこと聞いてみたいなことをしてくださるんですよ。でそれを見て、あの一緒に、まあ、僕が連れてった高校生大学生たちが、これが天皇なのかと、なんか分かった気がするみたいな感じなんですよ。それはそうでしょうね。もうそれは体験してるわけですからね。僕は理屈じゃなくて、だからお掃除をすればね、皇居のとこいろんなところを見て、天皇陛下がどういうところでお仕事なさってるのか分かるし、ものすごいいい勉強になる。それだけじゃなくて、両陛下に会ってくれと、もう会ったら分かるからっていうね、感じだったんですね。でも私護衛職ってもっと遠くからちょっと、いやもうすぐ目の前、もう、あ、そうもうこの距離より近いですよ。もうこの距離ですよ。この距離です。はい、そんなに近いんですね。そうなんです。だからそれがあの、まあ、必ず約束されてるわけではないんだけども、護衛職がある。でそれからあの、赤坂御用地をお掃除するのが4日間のうち1日入るんですけども、そうすると私去年までは皇太子殿下ですよ。でまたね、皇太子殿下の護衛職が、あの東宮御所の中でやるんですよ。だから全員、中に入れちゃう。そうです、金属探知機通って。どういう、その皆さんだってお掃除だから作業服ですよ。作業服ですけども、足を泥はたいて、でちょっときれいにして、それであの、全金属探知機とか、あの通って、でさすが正面玄関から入んないんですけども、通用の門から入って、そこ の、まあ、部屋に行くんですね。でそこはあの皇居の中での護衛職よりももっと狭いところなので、そこにぎゅうぎゅう詰めですよね。でそこに、去年までは皇太子殿下がやっぱりこう回ってきて、その狭い部屋で、そうですそうです、一組一組なんですよ。御所の中ですからね。はい、っていうことが、まあ、今ちょっと代替わりがあって、今こっちのコロナでね、あの今中止してるんですけども、こう年内はやんないのかな、来年ぐらいからぼちぼち始めるみたいなんですけども、そうすると天皇陛下が今かつての東宮御所、現在 の、御所ですね、ですので、そこでおそらく御釈があるんだろうなと思うんですよね。はい、なのでちょっとあのでですね、宮内庁の方から事前にあの御釈の時は自分から何かを
先に言わないでくれと、まあ、必ず何か誤過問があるから、うん、誤過問があった時 に、うん、に簡潔に聞かれたことだけを答えてください、ね、そりゃそうですよね、いきなりね持論とか展開する人いそうだからね、裁判所みたいですね、聞かれたことだけに答えてくださいって言われるんですね、それであの、くれぐれも個人的な話はしないでくださいって言われるね、はいはい、で私初めて勤労、毎年行ってるんですけど、初めて行った時にですね、両陛下がこういらして、いきなりニコッとなさって、お父様はお元気って言っちゃったんです。いきなり個人的な話をしてくれる。でもまあ、武田さんの場合はね、言ってみれば、ご親族だから、そうですか、個人的な話。なんでしょう、元気にしておりますそれは仕方ないでしょ。ねえ、それはもうね、もう絶対個人的な話やめてくださいって言ったんですけどね。はい。というね、それは武田さんでしかありえないんですよ、ね、まあ、それはね、もうご親戚なんですからそうでした、半分はでも観光なんですね、そうなんですよ、そうなんですよ、それ昔からそうなんでしょうか、昔からそうです、あ、そう、ただ、あ、これはですね、皇居勤労奉仕が始まったの昭和20年の11月か12月か、要するに終戦の後も戦後もボロ、東京焼け野原で皇居だって宮殿焼けちゃって、もう瓦礫が落ちてもうぐちゃぐちゃな状態になってて、で、まあ、予算も削られて、もうお手入れもできない状況だったんですね、それを聞きつけた宮城県の有志団体が、東京までわざわざやってきて、お掃除をさせてほしいって、まあ、困り果てた状況だったから、じゃあということでお掃除をしてもらって、古代のお話と同じような感じですね、そうなんですよ、でそこで、あの、昭和天皇がご会釈なさったんですよ、あ、そこが始まりなんですか、来てくれてありがとうって言ってですね、その伝統が今まで続いてるんですね、素晴らしい、まあ、くしくも宮城とか言って球場とも呼べますからね、本当ですよね、偶然ですけどね、そうですよね、もう私の祖父の世代なんて球場って言ってましたからね、で、あの、武田研究会では高校生大学生を引き連れて、まあ、4泊5日の旅行を組むんですね、で3月の春休みの時に組むんですけども、で、まあ、全宿泊地方からあちこちから来て、この旅行費参加費は全部無料なんです、私持ちなんですね、まあ、寄付金とか集めて学生は無料で参加できる、でそれで、あの、4時半に終わると、まだ夜は長いじゃないですか、で4日間深夜まで私が講義をする、すごいですね、もうですね、天皇とは何かっていうことを徹底的に講義して、それこそ虎の穴ですね、そう、完全なの、そうですね、だからここにで、最初は、まあ、伊勢研修があるので、うんうん、伊勢研修、一泊二日の伊勢研修に参加した、学生たちが、今度皇居勤労奉仕 の、 あの東京研修に申し込む、いるので、だから伊勢研修終わって東京研修だから全部で4泊、まあ、5泊ですね、をやるんですけども、合宿ですね、でやっぱり極めつけはやっぱりご会釈です、もう理屈を超えるんですね、で普通の高校生とか大学生とかみんな泣いてるんですから、でもそれもう延べで何人ぐらい参加されたんですか、そうですね、伊勢研修は学生6、7、7、5、400人ぐらい連れてたんですね、で皇居勤労奉仕はあの30人の団体で学生たち20人なんですよ、あれ何年やったかな、3、4年だから、20年かける3、4年なので、まだまだそんな人数はですけども、これからずっと毎年20人ずつぐらい連れていくということですね、当番組のコメンテーターですと以前 あのご出演されてた中井さんさんがね、よくあのよくというかね、なんかこの前やったっていうのを私も何かで見ましたね、やってたって伺いましたけども、半分は観光ですか、ね、そうなんですよ、だから本当申し訳ないぐらいで、でもね、その、まあ、勤労奉仕とはちょっと別なんですけれども、あの菅新総理が、はい、まあ、この連休中にね、まあ、皇居にあの上がってるわけですよ、あの秋季高齢祭っていうのが、ね、ありますよね、はい、でこの秋季高齢祭に出られたっていうあの、ご自身のなんか SNS だったかな、なんかで、ね、アップされてたんで、私それはちょっとね、あのホッとしたんですよ、私さっき申し上げましたように、この菅内閣、菅政権というのがどういう風な、ね、政権なのかっていうのが、まあ、この国体っていうものにをどう考えるかっていうところで分かってくるわけですけれども、はい、あのこの、まあ、いくつかあの、まあ、宮中の祭祀ってあるわけですけれどもね、単に私たちにとってはこう旗日とか祝日みたいに言ってるけれども、もともと古来重要なね、その祝日っていうのは3つ4つでしたっけ、
なんですよね、はい、で今3つですかね、うん、でこの春と秋、まあ、春分の日と秋分の日と今は言ってますけれども、その日、というのは非常に重要で、安倍総理なんかは9月に例えば国連総会とかで外遊する時でもこれで皇居に上がってからいらしてましたからね。で安倍さんはなんかその7年8ヶ月皆勤賞なんですって。そうですか、うん、この3回皇居に、はいはい、上がるというのをね、もう恒例にしてて、だからおそらくそれ神職さんが書かれてたんでね、特殊なことなんでしょう、うん、多分それまでの総理ではなかったことなんだと思うんですよ、だって小泉さんが行ったとかいう話はあんまり聞いたことないですからね、まあ、確かに小泉さんは新嘗祭に行って改革だって叫んだって話、うん、ありそうですよね、あの人だったらね。いや あそこで天皇は何してんだって言って、暗くて見えないじゃないから電気つけろって言って、いやそれはできませんって立ち上がって改革だって叫んだって言うんですか、らしいといえばらしいですよね。そうそう、だから春秋とその新嘗祭とね、はい、だからそれ確かに安倍さんはその度ごとに首相時代そのフェイスブックとかそういうものに上げてらっしゃいましたね、ですからその皆勤賞であるっていうのは、まあ、安倍さんのやはり考え方っていうものを非常に表してると思うんだけども、それを菅さんもすぐ継がれましたんでね、まあ、そういう点ではちょっと期待ができるかなというのと、はい、あとあんまりね個人的なこと言っちゃいけないかもしれないけど、また週刊誌が、菅新総理の奥様について、なんか書かなくてもいいようなことをとやかく書いたりしてるんですよ、週刊新潮とかがね、大したことじゃないんですけど、でもね、その私菅総理の奥様はある会合で会ったことありますけれども、奥様は少なくとも、そういった日本の伝統、歴史、こういうものを非常に大事にされる方だと思います。そうですか、そこはね、はい、ある方のねパーティーで会ったんですけれども、非常にその人を尊敬してるっていうふうに奥様がはっきり明言されてましたから、もう間違いなく奥様はそういう考え方の持ち主ですね、だからご主人に、まあ、もねそういう影響は多分あるのかなというふうにも思ったりするんです、で、こういうところでねちゃんと言ってらっしゃるというのを見ると、まあ総理ご自身はそういう考え方でいらっしゃるかな、だといいなと思いますけどね。そうですか、でもこの勤労奉仕は聞いたら行きたくなりますよね。そうなんですよ、ぜひね参加してください。そうですね、4日間ね、はい、4日間ここで、視聴者の皆さんに改めてね再アンケート取らせていただきましょう。皇室を体験できる次の行事のうち参加してみたいと思われるのはどれですかということで、はい、一般参加か歌会始めの儀か、本日のお話に出ました皇居勤労奉仕か、再アンケートの結果はお知らせの後ということでね。